岡見山在古墳。岡見山在古墳は、大阪府藤井寺市藤井寺にある古墳。形状は、前方後円墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、江賀長の聖寮、江賀の長野の西のさぎ、江賀長の聖寮として、第十四代、中愛天皇のさぎに事情されている。全国では、 第十六位の規模の古墳で、五世紀伐用、古墳時代中期頃の築造と推定される。第二十一代有略天皇、和王部、和の御王の一人のまみささぎとする説がある。大阪府東部、藤寺市、羽曳野市、松原市にまたがる、大古墳群である。古市古墳群のうち、生誕の位置に築造された、巨大前方公園墳である。古墳名の、岡は、 地名で、未産在は、未ささぎ、量の天下。噴球は、中世の山城追記、及び、幕末の治む量の際に大きく改変を受けている。現在は、宮内町事情の中愛天皇領として、同庁の管理下にあるが、これまでに、噴球裾部や古墳周辺部において、宮内町所領部や大阪府教育委員会、藤井寺市教育委員会による数字の発掘調査が、実施されいる。 噴霧は前方五円形で前方部を南南正方に向ける。噴霧は元は三段蓄星とみられるが、さむ量の際に五段に改変されている。噴霧表面では羽庭片が検出されている一方、吹き石は認められていない。噴霧首レブ東側には作り出を有する西側作り出の存在有無は不明。噴霧周囲には幅広の集合、主軸線上で、 幅50メートルが巡らされるほか、その外側には、埴に割れつを有する、周包み、幅20メートルが巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、墳丘形状から横穴式石室である可能性が指摘される。副葬品は不明。また周辺では、公園武北側に倍長とみられる、八塚古墳、国の史跡が築造されている。このお上三宰古墳は、 出土派にはより、古墳時代中期の五世紀は強ごろの築造と推定される。築造当時としては全国で突出する規模であり、不禁止の停止及び横穴式石室の新規導入、推定の点で、それまでの古墳とは一線を画す様相の古墳になる。悲壮者は明らかでないが、前述のように現在は、宮内庁により、第14代、中愛天皇の御浅に事情されている。 ただし、中愛天皇は、秘実財政が強く、築造年代も、中愛天皇の想定年代に合わないことから、現在では、第21代有略天皇や、同天皇と同一視される和王部、僧女和国伝、若竹大王、東海山墳出土鉄懸名の三朝ぎとする説が、有力視される。古墳の規模は次の通り、上記の値は2011年度、 平成23年度作成の測量図によるもので、発掘調査で分担を抑えることによる正確な数値ではない。墳丘町は、古市古墳群では、本田五病山古墳、羽び野氏、市、田、大ダ、王神天皇陵,陵、中津山古墳、藤寺市、沢田、中津姫命陵に次ぐ、第三位、全国では、第16位の規模になる。大仙陵古墳、 堺市堺区大船長、任徳天皇陵の,の半分程度の値であるが、岡ミ山在古墳の築造当時、5世紀末頃に、被見するた古墳はなく、同時代では突出する規模になる。墳球周囲に巡らされている集合の幅は、主軸線上で約50メートルを測る。その外周には、周包美が巡らされており、幅は約20メートルで、包美上には、 円筒派に割れ列を有する。ただしこの周津積は平面的には築造当初の規格を踏襲するものの、立面的には厚生に0.6から2.5メートルのかさ上げがなされている。また周津積の東側では、周津積に直行する形で大溝が検出されている。これは集合駆使策の際に生じた湧水を断球掛け外へ排水する施設とみられ、 古墳完成までには、埋め戻しがなされている。この、大溝の発掘調査の際には、遠筒萩庭の他、継承萩庭、家型、縦型、湯木形、二形、人物萩庭が出土している。岡美三在古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内町では、第十四代、中愛天皇の御捧ぎに事情している。中愛天皇の御朝について、古事記では、 川内恵がの長江の所在とあり、日本書紀では長野寮、不相略記では長野三寮とある。演技式書領寮では遠寮の江賀長の清寮として記載され、河内国式の軍の所在で、長域は東西二丁、南北二丁で、寮子一煙、守子四煙を毎年当てるとする。その後、寮の所在に関する書伝は喪失。 元の区の丹領では上原村の塚山と沢田村の中津山の候補が出て前者に定められたが、幕末の治寮に際して、文久三年、1863年にお上三在、古墳に事情され、そして、源氏元年、1864年慶応元年、1865年に、治寮がなされ、現在まで、お上三在古墳が、 中愛天皇陵として踏襲されている。一方、近年では本古墳の真の悲壮者として、第21代有略天皇や、同天皇と同一視される和王部、和の御王の一人に否定する説が有力視される。有略天皇の三笹については、古事記では、河内の田治日高の所在とあるほか、日本書記では、田治日高須原料、縁儀式書陵料では、縁慮の、 タジヒ高須ス原料で、河内国タジヒ軍の所在取る。同天皇に否定する説では、のいずれも、有力天皇の和風志以降、大八世若竹大発世若竹、大発世若竹と対応することから、この若竹大王の実在を確実視し、その在意念とおかみ山在古墳の築造時期も、対すると推測する。ただし、師書に見える中愛天皇陵、有力天皇陵の地名、 所在軍の交渉がつまびらかでない点で、課題も残されている。また、五世紀には、東海山古墳出土鉄拳名文、江田船山古墳出土鉄塔名文のように過借が、通例であって訓読みは確立していないとして、V コールタケルからの否定自体を批判する説もある。なお現在の有力天皇の御捧ぎは、北方の羽びきの島線8丁目に自乗されているが、これは、 島泉丸山古墳、島泉平塚古墳という古墳に寄与して、前方後円形に成形したもので、元の古墳の規模も大応募に見合うものではない。またかつては、有力天皇の真見捧ぎを、河内大塚山古墳、松原市西大塚、羽引野市南江川の章に否定する説も有力視されたが、近年では、同古墳については、古墳時代後期の築造とする説が定着している。 本古墳の倍長、倍長について、宮内町による事情はない。一方で、考古学的には、岡見山在古墳付近にある次の一基が倍長と、推定されている。また、岡見山在古墳の前方部正面に位置した、落塚古墳、現在は、消滅を倍長とする説もある。こちらは、直径20メートルの円墳であるが、1965年。 昭和40年頃に調査なく消滅したため、様相はつまびらかでない。周辺では、オカミサンザ在古墳の前方部東空角側に割れ、塚古墳、国の史跡と他古墳、現在は消滅が認められているが、これらは、オカミサンザ在古墳から約一世紀遡る、時期の古墳になる。その他2877年、明治10年頃のウィリアム・コーランドの記録では、 上記4期の他に3期を加えた計7期の存在が記載されているが、現在ではそれらの詳細は明らかでない。いずれにしても、前時代の篠山古墳の段階で倍長が10期以上であるのに比して、岡見山在古墳の段階では倍長の数が激減する点が注目される。岡見山在古墳は、中世紀から上郭利用されたことが知られる。近年の城郭考古学では、 測量図をもとに、公園部が、本丸、前方部が、やぐ台とされたほか、前方部先端に、横彫りが切られて、馬出しが形成され、さらに数本の縦彫りが切られて、古墳前域が城格化された様子が指摘される。また、一帯では特に、大阪夏の陣における、道明寺、本田の戦いが知られことから、その戦いの際に、古市古墳群生誕のおかみ山材古墳に、 豊臣方の拠点が置かれ、東方から来る徳川方に対して、東側の古墳群列が防衛線として想定されたとする説が挙げられている。所在地、交通アクセス、周辺、原点出店。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。